さあ行きましょうか、本日土曜日、2月1日のランダム RR3on3 決勝戦、決定戦になります。ワンピーガーはマグトーナメント勝ち上がり、大阪ビファーストアインカイロースレイヤーのチーム先方ロースレイヤー、対するツーピーガーは勝ちトーナメント勝ち上がり、ロイソルテンライダーストモガスレイヤーのチーム先方モガスレイヤーのスレイヤー同キャラ戦、真っ白の方がロースレイヤー、茶色の方がモガスレイヤー、逃げ足払いから下段バースト、 FB リスへ突っ込んでくるロースレイヤー、中段堂々と来るモガスレイヤー、6杯 FB パイル、立ち杯マップ入らず、インエスサイク愛されボディが中段ガード、立ち系でディス止めて FB ディスでは足払いで潰していく。1本目ロー、ごめんなさい、モガスレイヤー逃げ2杯、足払い、ターンはロスレイヤー、ジャンペース距離入れ替えてビッパー、何も出ない、クロス渡らず、2杯ガード前に出て2杯から足払いはガード、そして中段が飛んできた、足払いレバーガチャが間に合っている、パイルガード、中段が飛んできた、タッチ系へ逃げ、さあクロスサイク取ってるのはモガスレイヤー、マッパ広いから K、K2、K2 中段ガード、 FB ディスマイル2杯をディスでかわしてタッチ K、2K 足払い、バーストは 6P でスカスタっぽい、投げて S ステジャンプ K から 6K でディスで止めてビッパー、コンボ入れてるのはモガスレイヤー、 D 足払い下段ダウンを打ち永遠の翼取り返す、ロースレイヤー最初ラウンド開幕マッパー D 戦に合わせる中段ガード、タッチ系が50ヒット、中段足払いまでタッチハイガード、ジャンペース当たっているバスは青、 FB リスパイル中段足払いはレバガチャ間に合って小パンが早い、足払い下段中段ビッパーから6杯 FB パイル、何も出ない、中段 FB リスパイル、マッパでガンガン前に出てコパンで暴れてデッドンタイムまで、まずは先鋒戦勝ったのはモガスレイヤー。ワンピー側中堅アインカイ、なんか名前にナムコブロって書かれるとそれプロゲーマーっぽいね。中堅先鋒戦、カイスレイヤーボックス引っ掛ける、逃げ暴れ SP バスをジャンプ系口ヒット、 KS2KD2KK タッチパン K2KD 画面味バックス引っ掛かる、コパンからロピーガード投げれない、離れていく、体力リードスレイヤー前捨てマッパでかわしているが 2K ギリギリ止めている、ジャンハイからデッドアクルガード、画面端3杯当たってスフィーはチャージドライブ、コパンで拾ってベイパーハイスラジャベで落とす、3杯重ねて空中ヒット投げている、 FB リスで中段が飛んできた、ビッパーバスト足払いセクリテッジ、1本目アインカイアシ払いからグリードセーバー SS ハイベイパージャベリーめぐりジャンペース、これは仕込んでいたがタッチパンは届かない、アシ払いサンディッパー S ハイベイパージャベリン、ジャディ裏ジャ、これはクジヒットか、ジャップ系から 6P ガード、ジャンプ系からコパン 6K ガード、6ハイガード、ベイパースカルが 2S で止まってしまう、 FB リスへ近づいていく、足払い3ハイ足払いまだ残る、ジャンハイからバックステかわして遠距離 S、
勝ったのはアインカイ。ああさあ中堅戦になります。 2P 側は天雷でした。開幕3敗、上に網を巻いてハイスラストンで消していく。網当たってバスを前グゼを張って待つが足払いまで、ジャンハイスカシー下段2敗、ベイパーエスジャベ6杯 6K チャージからスカシゲダンバスを後ろ行くぜ。さて火を植えたところにスタンが当たる。ジャンペスで追い返してディッパー青3杯から離れていく。 2杯を助けて潰すナイトメアカード、ウォーレントダッシュウォーレントを取っていく。後ろ網からランズが2打ヒット、テイクランズをベイパーで切り返す。そして 2K 足払いセイクリッテージ1本目アインカイ大社からウスロイグズがギリギリ当たらない。禁煙つなげ暴れが網は届かず2敗。さあ前に出るがウスロイグズが強い、前に出て3敗重ねて、さあ取ってかわしていく。ウォーレット取っていく、後ろ前からバスパペバスを透かしているが足払いスピアからワンコンボ入れていく。ジャンハイ投げに行く、青からベイパージャベリン、コパンキンS2杯ベイパージャベリン、ジャンディデッドアングル返して体力追い越している。バックスカッシュ連 S を刺す、 2S2 杯足払い体力逆転、ベイパー割っていく、コパン暴れてデッドアングル3杯からコパンで暴れて取り返す。天雷テスター最初ラウンド相打ち3杯から足払い下段、さあしのいでいく、網を消して2杯が口ヒット、エンエスディッパー青から前に出る、ジャンプ系で消して、さあ3杯を潰す、3杯じゃない2杯で潰す、中段さあ後ろに当たっている KS 杯ランズマスパペ、さあ離れていく体力リーダーです。さあ金 S 中段 6P パスをエンエス網から P タッチ系まだ残る、セイク投げてコパンタッチパン消え届かない、ナイトメアベイパーサスト。勝ったのはアインカイ、スーピー側大将ロイソル。なんすかそれ初めて聞いたそれなるほど中堅大将戦、ワンピ側後ろにまだ大阪ビファーストが残っている。中堅アインカイ 2P が大将ロイスルスタンをばらまく、立ちたいからスラバ投げ画面足スカシゲダンバースをガンフレばらまいて、コパンからリボルバー飛び越してしまうがライオット、これは 6P
きっちり取ってか、ジャンハイが届かない。イエス、ディッパー青から様子を見ていく。じっくりと立ち回りへ、2回で潰して、ボールか。さあ、なかなか差し込めないが、パスを。体力リードは若干かい。隙を伺うニエス、この牽制をかいてくれるか。エンゲス前に出るが、逃げで対応、ジャンヘから離して、飛び道具同士の総裁から、エンゲスガンフレー 6P から離れていく。 6P バーストレイズを巻いて時間を稼ぐ。さあ、飛ばせて落として何も出ない。さあ、時間がない。ブッキラトスが、レイズが消えて、 FB クリーンがギリギリ届く。 S クリーン、これはタイムアップ。体力勝ってるのはソル、1本目ロイソル。開幕リボルバー、テーダ S ハイから歩いて投げている。助け 6P2 杯ボールか。テーダ PPP ギャランガード2K 追い返して、金 S しゃがみくらい。6回からジャンプ系空対空、ジャンティジャンプスカウンター、セイクまでボールか。 2K で返して相打ちから 2K ディッパーつないで SS ジャンプアイスラー取り返す。アインカイ最初ラウンド、足払いの方が早い、立ち合い届かず。リボルバー直下、しかしタッチ系が早い。リボルバー FB パフからテーダ PP3 回金バースト合わせていく。テーダジャンペス、ブリンガー2杯 D クリーン、金 S2 杯 S クリーン、勝ったのはロイソル。大将戦、ワンピー川大将、大阪ビファースト。大将戦ファウスト対ソル、開幕はタッチ K から走る。 D リボルバータッチ K ボールか、画面端投げ返している。物投げてボールかで6回を潰す。離してエンゲスガンフレーム、エンゲス差し返してバックスかわして、ジャンピーフォルトで離してバックスでかわしてテーダドリル、足払いから噛み合わない。装填さあって、ここで宙に逃げる、足払い差し込み、エンス届かない。 FB パフ2段ジャンプからバックス引っかかったで、バーストドリルからタッチパン、足払い超物投げ、すげえチョコ3個くらい取った。体力リードはソル、ギリギリ間に合わず。1本目ロイソル、さてモードを投げる。ファースト 6P タイク爆弾絡めてタッチ系がダウンを1、足払い FB パフ、キネス D クリーン、テーダ D クリーン、リボルバー落として 2K、 しかしブキラは届かず。さて下にチリパーストがいる。この状況離れてジャンハイ隕石弾落ち、さあジャンティデータが足払いタイク、毒絡まって補正切って爆弾、体力がなくなり始めた。
回復ほぼ同等 2K 円月体力リーダーファーストだがガンフレカウンターバスはボールかで透かしている体力リード再びソルさてドリルガード飛んでかわす 2K 円月2杯ガード 2K 円月鉄アレイか通り返す大阪ビファースト最初ラウンド 2K 連携でガンガン押していくが 6P 足払いチビーローボーが邪魔するブッキラトス D クリーン2杯生クリーン裏対応 SS クリーンクリーンしないドリルからボールかバックスかわして FB パフを装填潰してボールか打っていく2段ジャンプかわしてデッドアングル透かしてこれはリボルバー飛び越してしまった装填エンゲスディール飛んでかわして6回ガードオイスがスカルこれは追加タイラまだドットボルカニックバイパー勝ったのはロイソル本日の RR ランダム